はい、お疲れ様です。ウェイズファクトリーのアンドロイドの動画にお付き合いいただきます。今日もしょうもない伸び動画をお使いいただいております。 B さんです。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いやね、 P さん、ここのところね、はい、なんて言うんでしょう、まあ、伸び動画やりながら恐縮なんですけど、はい、なんか元有名なアイドルチームの女性が飲んで運転してなんか人ドーンとやっちゃったそうな。僕このニュースあんま詳しくは知らないんですけど、なんか相当やばかったんですか。なんか今日かな、そのネットとテレビが荒れてますよ、あれ荒れるでしょうね。あの監視カメラの動画が公開になって、なんかネットに出てたみたいね、あれはねひどい。ね、残念ながらこの女性を、飲酒運転で女性当たってそのまま、逃げちゃったもののしばらくして電話入れたみたいな、そう、電話入れて、まあ準自首みたいになるかなみたいなとこまではちょっとですね。まあ、本人曰くなんか車が駐車車両がいて止めるとこがなかったから、そのまま行っちゃったみたいな供述をしてるんですって。しかしですね、あの動画を見る限り、駐車車両が一度もなかったの。あれはちょっと衝撃的でしたね。まあまあね、その事故を起こしちゃったものはしょうがねえんですけど、ね、やいのやいの言うけど、そもそも飲んだら乗るなという話なので、そこはもう、まあ言ったらね、バイク屋が飲みながら何言ってやがんだよね。 P さん、濃い喉越し生ありがとうございます。ね、どれどれいただいてみますか。どうぞどうぞ。どうですか。おう、テイスティ、ちょっとフルーティーな感じね。ですよね。ああ、なるほど。これ美味しいかもしれない。これビールちょっと苦手っていう人もいける感じかもしれないな、ね。いや、ビール苦手なら飲まなくてよろしい。ありがとうございます。その中でもね、ちょっと大丈夫かな。でね、なんかもう、そもそもさ、もうさ、もう事故った後の話なんかどうでもいいですよ。もう飲んだら乗るなと。そうなんですよね。ちなみにあれですよ、うちもバイク屋が飲みながらっていうのは、いろいろ最初ね、初期の頃いろいろありましたけど、本当、うちの関係者、飲んで運転したら殺すよ、本当に、シャレにならんぞ。これ、逆にね、バイク屋がこういうことやってるから、本当に厳しくやってると思っていただきたいなっていうところもあるので、そうですね、本当にうちのメンバー、うちのメンバー、本当、やらかしたら、もう、ただごとじゃ済まないよ、俺、切腹して、もう、見せたかんでもっていうことだからね。飲ませる方も飲む方も、もう今ダメですから、はい、いやもうそこだけはね、まあ僕が飲んで運転なんてことはもうありえないです。もうね、こういう立場におりますんで、最下です。まあなんていうかな、ただね、うちのメンバーで本当そんなことあるようなことあれば、まあ僕店畳んでチベットに逃げましたなんですよ。まあまあだからこういう立場にいるからこそ、飲みながらってお酒は好きでね、飲んでますからね、だが故に厳し自分に厳しくとは思ってます。ただ家にね、酔っ払って帰ってね、カレーヌードルこぼしてすげえ怒られたことあります。それもピーさんのせいなんでね。そうね、帰ってラーメン食う時はお湯沸かす時火には気をつけろと神さんにすげえ怒られてますけど、本当小学生ばりに怒られてますけど、ね。はい、飲み過ぎには皆さん注意しましょう。はい、で飲んだら乗るのね、そうです、それだけはね。で、B さん、違うよ、ずいぶん長く話しちゃったけど、本題は違うの、はい、そんな話したかったわけじゃない、はい、飲んだら乗るのは当たり前なんだけど、最近ちょっと僕、悩み抱えてまして、それちょっと聞いてもらっていいですか、B さん。いいですよ。まあ、ちょっとね、お仲間さんにはお聞かせにくい話なんで、またタバコ始めちゃったとか、オフレコで B さんにちょっと個人的に小声で相談なんだけど、ちょっと最近悩みあんのがね、Google の評価が、うちね、ホームページがあって、で Google なんかで検索していただくと、そういうビジネスページみたいなので、
多分まあ Google 見てらっしゃる方なんかは分かると思うけど、多分ねワイズファクトリーとか、それこそ保土ヶ谷区ワイズファクトリーなんて打ち込んでいただくと、すぐうちの、ページ Google から飛び込んでいただくと、そのホームページに誘導するようなところ入って、うちがねすぐめっかっちゃうと思うんですよ。でその時にね Google の評価が結構うちいいらしいんですよ、はあ、僕あんま気にしたことなかったんだけど、若手にね以前言われて、ああいう評価大事ですよなんて言われて、ああそんなもんかいねなんて言ってたんだけど、最近お客様からのお問い合わせとご来店いただくお客さんがちょっと証券から外れてる方がね、ご来店いただいた時に Google の評価がここ良かったんですよっておっしゃっていたことが増えてきたんですね。でこの間もあの女性のお客さんが、アドレス110が欲しくて、今教習所通ってるんだけど免許取る前にバイク欲しくてお店探してたと。でうちの証券からはちょっと離れた方だったんだけど、でなんでうちなんですかって言ったら、あの Google の評価すげえ良かったんでって言われて、って思ったわけですよ。 Google の評価、 P さんなんかどうですか、お店探すときにさ、まあ別にバイク屋に限ったことじゃないんだけど Google の評価とか気にしてお店探します？全くとかね。いやとりあえず近いお店とか美味しいお店探すときなんかどうする？人に聞きますかね。 あそこのお店知ってるっていうと、やっぱりほら舌が合いそうな人に聞いてさ、そうそう、あいつもなんかあそこのラーメン好きだったよな、ちょっと次そうなんですよ、あいつに聞いてみようかなとか、はい、そのまあまあそういう感じか、そうなんだよね。で Google の評価でこの間、そのアドレス110ご購入いただいた女性にね、Google の評価、いやそれはご来店本当ありがとうございますと、評価がいいに越したことはないしね、もちろん、はいはい、でそうやって遠くからご来店いただいたお客様に対して感謝しかないんですけど、でもどうですかと、食べ物屋さんとか探すとき Google の評価とかやっぱり見て探すタイプですかなんて、ちょっと気さくな女性だったんで、ちょっといろいろ話させてもらって、はい、食べ物屋さんなんかも探すんですかなんて聞いたら、あそうですね、割と Google の評価なんか見て行きますよなんて言うから、どうです、その Google の評価で行ったお店ってやっぱ美味しかったですかって言ったら、いや失敗しとるやんっていうね話をちょっとまあまあ笑い話でだけどね、どさせてもらって、はいはい、で結果うちどうだったんでしょうね、評価でさ来ていただいて、ね、必ずしも美味しいお店ばっかりじゃなかったわけでしょう。で、うん、うちの Google の評価を見ていただいて、ご来店いただいて、だからこれからなんだと思うんだよね、うちに関しては、はい、美味しかったか美味しくなかったかとかさ、はい、うちはラーメン屋さんとかみたいにすぐ結果が出る仕事ではないと思うので、だから申し訳ない、車両を販売するときにうちより安いお店はたくさんあると思うんですよ、はいはい、でうちは、まあ、こういう小さいお店はね、はい、オートバイ出してからのお付き合いが勝負なので、はい、だからまあね、これから、まあ、評価なんかっていうのはこれからね、なんでしょうけど、なんていうことが最近ちょっと Google の評価でご来店いただくなんていうお話聞くことが増えてきたもんで、はいはい、ちょっと僕 Google の方見てみたんですけど、はい、まあ評価いいんですわ、いろいろ口コミお客さんに書いていただいて、それはありがたいんですけどね。ただ僕はあんまりね Google の評価って当てにしてもらいたくないなっていうのがあって、それはうちに書き込まれた口コミ欄を見てもそう思うんだけど、やっぱどうなん、うちのこと高評価入れてくれてる方って多分、まあ最近は動画の関係もあるからさ、はいはい、で僕が全然知らない方なんかもこう書き込んでくれて、いや店良かったよって書き込んでくれてる方もいらっしゃるんだけど、やっぱりなんだろうな、ちょっと店違ったなみたいなこう低評価も入ってるわけですよ。ただ僕としてはね、なんだろう、いらっしゃったお客さんにさ、うちの評価が高いのは、ね、僕ができない仕事断ってるからだと思いますよって言ってるわけ。ああ、そうでしょうね。できない仕事を適当にやって低評価食らうのは困るので、そうですよね。
だからあの僕はできない仕事を断ってるからできる仕事だけちゃんとすれば高評価って増えるんじゃないかなと思うわけですよ。それは、うん、そうですね。それはそうです、うん、だからできない仕事を断って、断ったお客さんから低評価もらうのはまあまあそれはいいですわ。それはだってお客さんに迷惑かけてないと思う。あ、そうですね、はい、俺が引き受けちゃってちゃんとできないことによって低評価もらうとお客さんに迷惑かけてるからね、はい、うん、だから僕が、ね、断った仕事で低評価をもらうのはまあお客さんには迷惑かけてないのかなっていう部分でね。いやもちろん僕の断り方によってさお客さんが不快な思いをされたんだとすれば、ちょっとこれから断り方も考えていかなきゃいけないちょっとねよりうまく断る術を身につけていかなきゃいけないなと思うんだけど、まあ、でもなんでしょうね、その Google の評価を見てですね、はい、フランス料理店、うん、もう午後にも星がついてるって入って、うんうん、そこで、うん、中華料理を頼むやつはいないわけです。もしくは Google の評価良かったからって言ってフランス料理店に飛び込んで、ええ、俺今日中華の気分なんだよねって言ったら低評価つけたくなるじゃん。でしょ、それとおフレンチしかねえそうそうそう、だからバイク屋さんもやっぱり、うん、不向きね。そう、僕ね一人でやれることとかそんなにありますからね。Google の評価見て来ていただけるのはとてもありがたいんだけど、ちょっとこれから工夫していきます。Google の評価見ていただいた後に本当にうちの動画に誘導して、うちの動画見ていただいて僕の得意な仕事、不得意な仕事、はい、できる仕事、できない仕事、はい、なるべくミスマッチを防ぐためにもこの動画はあると思ってるので、はい、なるべく動画見ていただいてね、あ、この店だったら俺のバイクライフと合うなとか、はい、もうフィーリングの合う方だけいらっしゃっていただければ、はい、何もこうめんどくさい来てみたものの話聞いたらふざけんなよこのバイクやよってことにはならないんじゃないかと思って、ね、ちょっと今一度、反省というかな、はい、これから発信の仕方も考えていかないと。そうですね、うん、あそこは評判良かったから来たんだって言ってみたら、ね、言うほどじゃねえじゃんって思われてるようなので、うん、ちょっとこれからね考えていきたいなと思っておりますよ。別に自ら全然ハードル上げてるわけじゃないのでね、僕も本当、なんでしょう、社長の人柄が良くて来てくれるお客様ももちろんいるだろうし、まあ人柄だけで生きてるんでね人柄が服着て歩いてるようなもんなんで間違いない、それは間違いない、うん、それは間違いない、なんていうかな、なんだろう、ただね、いざ仕事となった時に、やっぱり皆さんにいい顔はできないので、うん、それはそうですよね。だからやっぱ断りたくないよ、仕事だって。断る方もね、辛い、うん、いや、ほんとほんとあるじゃないですか、うん、でしたら何でもお受けしたいけど、そうもいかないのでね、そこだけご了承いただければという感じですね、はい、まあ申し訳ない。ちょっとやっぱりね、ここのところ本当に、その Google の評価こんな、だからね、こういう動画なんかで発信しちゃってるがゆえにできる店なんだろうと思われちゃってるんじゃないかとか。なるほどなるほど、全部できるんじゃないかっていうね、うん、でしかもね、こんなんで動画で配信してるってことでよほど自信があるんだろう、うんうんうん、そして Google で高評価、うん、これはできる店に違いない、うん、って来て、うん、がっかりするわけですで低評価あれあれおかしいなっていう評価すいません、そこだけご勘弁くださいね、P さんね。ただまあまあ、フィーリングさえあっていただければ僕、できることは全力でね、やらせていただく方だとは思ってますんで、はい、ね、ね、付き合って、長く付き合えば分かりますよ、きっとP さんもね、P さんと仲良くできたの、ほんと10年付き合って、ここ最近の話なんだやっと最近普通に話できるようになりましたから人間関係って難しいね。難しいですね、ピンさん、はい、あ、そんなわけなんで、この企画、うちのバイク屋生活、まあ、曇りなき今の声見届けよもう無理やりですありがとうございます。お疲れ様でした。どうもありがとうございます。これ、美味しいよ、結構。あ、よかったよかった。